まずゆめちゃんが7個買ってそれを奈々ちゃんにプレゼントして、奈々ちゃんが7個買ったやつはアリスちゃんにプレゼントして、アリスちゃんが7個買ったやつはゆめちゃんにプレゼントするっていう、この三角関係ですね。じゃあ順番にゆめちゃんからいきましょうか。もう見せる。1個ずつ出していこう。何かわからない。そうなんです。何も見てない。奈々ちゃんにあげるやつやな。そうです。1個目、タコさんのぬいぐるみ。かわいい。え、どう、どう、あり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 っていうかもう好き、タコや。じゃあそれではまずゆめちゃんの1個目です。じゃあ奈々ちゃんの1個目お願いします。だからもう7、1個目、じゃじゃん、歌舞伎だ。何これ。じゃん、これはマシュマロな。マシュマロ、すごい。まあ一旦もう置いておこうかな。はい、マシュマロらしいです。で今度アリスちゃんからゆめちゃんですね。いい？いいですよ。やば、センス一緒。一緒やん。並べてみて。じゃあピンクやからいいかなと思って。さすが姉妹やん。一緒やん。選ぶセンス。これさ、10個かぶったらマジですよ。10個じゃないや、7個だもん。あ、7個。じゃあ、ゆめちゃん2個目。はい。なんだろう。いいでしょ。じゃあ、ありがとう。なに？ハリボー。出た。あ、持ってる。色も。色も同じやし。だけど、これだけどなくした。あ、なくした。じゃあ、壊して。あ、壊して。ここ、壊して。取った。取って。そう、取って。ピンクのハリボーだけにしてた。これで390円。そう、2つセットで390円。これで1つ。あ、そうなんや。1つ。へぇ、奈々ちゃん前ハリボー好きって言ってた。そう、ハリボー好きですね。で、じゃあ奈々ちゃん2個目。じゃじゃん、これ2個で390円のボールペン。おぉ、すげぇ。3色。アリス、絵描くの好きやからいいじゃん。うん、すごっ。何これ？アイスクリームとジュース。2個で？うん、2個で390円。やった！やったー！工作のやつとかあった。じゃあ次、アリスさん。2つ目。これ。なんだこれは？夢メガネかけてる時あるから、これメガネケースです。え、ちょっと待って、ちなみにアリスちゃんは目よ悪い。え、いい。いい。うん。ゆめちゃんが悪い。うん。そうなの。変わんねん。ゆめちゃんが携帯見てる時間長いから。あ、わかる。わかるわかる。見てそう。パパはちっちゃいよ。なんかずっと編集してるから。そうや。ゆめちゃん3つ目いきましょう。これ奈々ちゃんポチャコとあれクロミちゃん迷ってあれ好きってさ言ってたからどっちかわからんかった。まあでもクロミちゃん正解ですね。かわいい。次じゃじゃん、今暑い暑いし夏やから扇風機。センスいい。扇風機暑い。暑いですね。暑い。これから暑くなってきますから。今も暑いから。今も暑いですね。今も暑い。今も暑いですね。だからいつでも使える。これ光ってレインボーほら、オレンジライトがつく。これ390円。お得ですね。なぜこれ一つじゃなく次。じゃあアリスちゃん、アリスちゃんからゆめちゃんへ。はい、これはママに買ってって言われたから、これはママがネタで多分買ってって言いました。じゃあちゃんと見たるからいや、つけてみよう。似合うかもしれへん。今つけてみよう。光るから。そう。似合うかもしれへんやん。似合ったら逆に嫌やけどな。大丈夫ですよ。パリピの巣。似合う。え、前に入れてる？え、あんま見えへん。それでこのままさ、行こうよ。え、
よ。そのまま行こう。いいよ。ちょっと、そう、外していいよ。え、嬉しい？え、嬉しい？嬉しくもないし、悲しくもない。ななちゃん、最近おしゃれ好きやから。おー。ブレスレット。大人っぽ。大人っぽい。え、つけてみようか。つけようか。なんて。あ、ちょっとでかいな。ちょっとでかい。いつもななが、ビーズで作る時もこんな感じででかいから。ここねじったらいける。大人っぽ。では、ななちゃん、よろしくね。じゃじゃん、もも投げに皮がむける。あ、これ2個で、390円。もう1個。あ、もう1個ある、ある、ある。じゃじゃん。おい、お、なにこれ。チキララのラムネ。ラムネ。おかしい。じゃあ、アリスちゃんが4つ目です。いい？いいですよ。おお。え、めっちゃいい。なにこれ、こんなんあった？うん。うん、一応食べれる。一応食べれる。アリスちゃん、一応食べれるらしいですよ。どうする？これ食べたことある。やったことある。あるの？これ、好きじゃないって言ってた。あなた、大好き。好きじゃないって言ってた。好きじゃないって言ってたから買ってきた。怖い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 。喧嘩始まるぞ。はい、じゃあゆめちゃん、3つ目です。じゃん。最近ななちゃん可愛くさ、いつもメイクしてるから、メイクのブラシセット。すごい、めっちゃいいよ。前お父さんにさ、アイシャドウ手で塗るやつもらってて、それ手汚れたら嫌かな。ポチャポのやつ。うまっ。何それ、ブラシ入ってんの？開けていい？いいよ。え、壊すかもしれへん。壊さない。あ、入った。おー、すごい。ね、ブラシセット入ってる。鏡付き。ほんまや、めっちゃいいや。パパのカメラ見えてます。めっちゃいいや。はい、いいでしょ。いい。じゃあ、ななちゃん、ごめん。じゃじゃん、お財布。テディベアのお財布。おー、いいと思うよ。それでは、アリスちゃん5つ目です。はい。え、ゆめが、あの財布、あのないって言ってたから。めっちゃいいやつやん。うん、これあり。うん、あり。ありやって。よっしゃ。よっしゃ。サングラスにかけたの許さる。許してくれるって。さらにさる。財布1個もないから。え、そうなの？いつも握りしめて行ってるから。お金握りしめて行ってるから。めっちゃかっこいい。ゆめちゃん、むずくめです。ななちゃん、絶対気に入る。お、いいの？うさぎのライト。好きやろ？うん、好き。なんかちょっと、寝る前とか眠くない時につけたら寝やすいかな。お、すげえ。ほんまや。寝室にさ、置いたらめっちゃおしゃれ。じゃあ、ななちゃん、むずくめる。じゃじゃん、ヘアバンド。おぉ。出た、ヘアバンド。出ます。ヘアバンド買えって言ったやん。じゃあ、アリちゃん、ヘアバンドつける？つけてる。つけてる。つけてるところ見たことない。でも、これね、あるんで、もうつけるんじゃないですかね。あ、トイストーリーの歌。あ、ほんまや。ハム。ハムって言う。そしたらチョークチョップ。チョップ。はい。そしたらポークチョップ。じゃあ、アリスちゃん、6つ目です。へい。なんだこれ？なんかこの、ほら、リュックになんか入れれるっていう。一応、キーホルダーみたいな。まあ、こうや。これどうですか？これどうですか？あ、ちょっとあんま喜んでないみたいです。あんま喜んでない。まあいい、まあいい。まあいい、まあいい。よくない、よくない。それでは、うん、ラスト。多分気に入る。オッケー。おぉ、ちょっと待って。これも390円。ほんまに？これ390円。そこママが言った。1000円の花倉だったら。ほんまや、390円って書いてる。すごい。え、中どうなってんの？中めっちゃ入るね。もう開いてる、開いてる。おー、すごい。ディズニーのアリエルゾーンみたいな。なあ、アリエル。めっちゃ
い。ななちゃん、カバン好きかなって。ななのお家、カバンしかない。カバンしかない。カバンだらけ。じゃあ次、ななちゃん、7個目。じゃじゃん、シナモロールの鏡とくし。おぉ。カリスマイ、鏡とくし持ってきてなかった。そう、これ、これいいよね。開けてみて、いいよ。もう指紋つけてるやん、指紋。あ、いいよいいよ。指紋つける。さあ、アリスちゃん、ラスト。さあ。おぉ。え？ライト？そう、ハートのライト。開けるで、梅。いいよ。指紋つけやすいやん。指紋？はい。え、これ。え、これ光らせたらさ、ハートの中光るんだよ。まさかのライトかぶり。さあ、どうなる？電池？電池いるわ。はい、ということで、出揃いました。どうですか？結果は、ゆめちゃん、どうでした？え、財布だけ嬉しい。え、財布だけ嬉しい？だけ？だけ？7分の1。え、ななちゃん。めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。全部嬉しい。全部嬉しい。アリスちゃん。これと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 これ嬉しい。じゃあここら辺はあんま嬉しくないんだ。この向けるのみみたいな。いやーまあ食べたらなくなるから。おー、スライドさせて。